サル痘はですね、今欧米を中心に感染が拡大していまして、WHO 世界保健機関も公衆衛生上の緊急事態を、先週宣言しました。韓国や台湾、タイなどでも感染が確認されてきていますので、日本で感染者が見つかってもおかしくないというふうに考えられてきました。サル痘は改めてどんな症状があるんでしょうか。はい、熱が出た後に、特徴的な発疹が全身に出ると言われています。その後でその発疹が、かさぶたになって治って、ほとんどの場合は自然に治るということなんです。ただ重症化する人は少なくて、欧米では亡くなった人はこれまで報告されていません。今ですね、広がっているサル痘、全身に発疹が出ないケースもあると言われていまして、下半身のみに、出るケースもあるとされています。サル痘はどのように感染するんですか。はい、もともとはですね、動物に噛まれることで感染するとされてきました。今回人から人に感染が広がっているんですけれども、これは接触が中心で、体液や、発疹に触れることで感染します。近距離の飛沫でも感染するとされています。今欧米で感染しているのは若い男性が多くて、男性同士の性交渉で感染が広がったとみられています。ただこれは 誰でも感染する病気なんですね。WHO は特定のグループの病気ではないとして、病気を理由に不当な扱いを受ける人がいてはならないとしています。厚生労働省によりますと、欧米などを中心に報告されているサル痘の感染者が国内で確認されたということです。感染者は東京都内の男性だということです。国内でサル痘の感染者が確認されたのは初めてです。ニュースをお伝えしました。